FC 東京サガン鳥栖両者の入場です。 FC 東京8位、サガン鳥栖は3位。さあ前半スタートです。右エンド、トスボール、まずは前線に送っていきます。ここはジョアン・オマリが跳ね返して中盤のルーズボール、松岡、さらに先頭どこを使う、右です。ここでクロス、坂井、先制サガン鳥栖、18分坂井のヘッド、坂井は2試合連続ゴールです。アレーチームが先手を取りました。樋口ですかね、素晴らしいクロスでしたね。まあ、入り方もセンターバックの間に入って、やっぱりそこから出てくる、まあ、イメージ通りのボールが来て、まあ、酒井の強みが出たシーンですかね。さあここは樋口が運んで、樋口のシュート、追加点が入りました。34分トス、樋口が突き刺しました。樋口は今シーズン2ゴール目、笑顔の金監督です。松岡からワンタッチでもう打ち出して、ちょっと小川が絞るのが遅れたですよね。ボールに対していけなかったですもんね。まあそこに誰が行くんだっていうところじゃないですかね。後ろから東は追いかけてますけども、オマリなのか、もっと絞って小川が行くべきなのか、まあ、左を捨てる必要はあったかなっていう気がしますけどね。最終ラインでコントロール、ここで前半終了です。前半終わって0対2、アウェー鳥栖がリードして試合を折り返します。さあ後半です。まずロングボール、ジョアン・オマリー、まあ、そこにはやっぱりミスマッチは生まれてきますけどね。小川のキック、ゴール前飛び込んでいく、ポスト見当たって入った、1点返した FC 東京。最後は森重でしたか、外して小川は蹴りましたよね。あ、素晴らしい、さすがですね。まあ、マンツーのところは当然ミスマッチになるんですね、大きな選手がゾーンに立つので、まあ、そこのポス、まあ、場所をまず小川のキックで外しているというところが素晴らしいですね。まあ、守備のところを相当言われて入っているような感じがしますね。はい、永井がボール受けた、いやー、来た、ユートン、そして小川が来た、ナイスキーパー。ここは一つしのいだ鳥栖、ビッグチャンスを作った FC 東京。いやー、小川今インサイドで、ね、シュートしたんですけど、打ってほしかったなと思いますよね。彼だけ、まあ、彼のこう強烈な、ユートン、ディエゴ・オリベイラ、スペースを使って小川がどうか、残せるか、残した、小川またいでかわした、小川のクロス中央へ、パッ、ヘディング、長いのヘッドは枠にはわずかに行きませんでした。っていう感じでしたけどね。素晴らしい、まあ、ある程度もうパワープレー的な部分にもなってくるとは思うんですけど。さあ拾ったレアンドロ、レアンドロ切り返した、レアンドロ、ナイスキーパー、パクイルギュ、左手一本で防ぎました。うまく切り返して、あ、素晴らしいですね。ちょっとコースが甘かったかもしれませんけども、跳ね返す FC 東京。ここで試合終了、1対2、勝ったのは鳥栖、 FC 東京を下してサガン鳥栖連勝です。